それでは引き続いて北欧の生地、布をご紹介したいと思います。はい、はい、こちらはマリメッコのトリ、はい、はい、市場という意味なんですね。はい、もうこの絵柄で市場ですから、まあ大体イメージできますね。はい、素敵ですね。ね、フルーツの、はい、これなんですか。これはお手製のようです。なんかね、あのご自分で縫ったみたいで、こういうものがついてまして、はいはい、テーブルクロスとしてね、はい、使ってたみたいなんですよ。はい、ですから、あの、まあ、あのこれろうそくの跡みたいですね。あとちょっとシミが何箇所かございますけれども、はい、またテーブルクロスとしてね、うん、おすすめでございます。はい、綺麗なく使えますね。うん、これから果物がいっぱい出てくる季節ですからね。いいです ね。はい、ちょっとテーブルかぶせてみましょうか。はい、どんな感じ。素敵。このね、このひらひらがまた素敵、うん、かわいいですね。素敵です。はい、どんなお食事するんでしょうかね。楽しみですね。フルーツいっぱいの食事いいですね。はい、はいはいはい、はい、こちらマリメッコですね。はい、石本藤雄さんですか。はい、はい、1980年のヴィンテージなんですね。はい、あの以前にもご紹介したことなんですが、この大きさでは初めてですね。そうですね。うん、オフホワイトに、はい、ブラウン、はい、濃淡のこう線が入ってますね。素敵ですね。はい、石本さんならではの、そうですね、作品って感じがします。いいですね。素敵です。白い食器と合いそうです。そうですね。はい、こちらマリメッコですね。はい、はい、色合いとしてはなんか抹茶みたいな色でしょうかね。うんうん、あのちょ抑えたグリーンの、はい、厚い生地でございます。はい、でこれ水通しはしてないみたいなんですが、あの、はい、保管時にね、はい、あの少しその折ったシワのところが何か3箇所ほどこう少し退色してしまったところあるんですけれども、はい、未使用の ねヴィンテージというか、はい、テーブルクロスいいですね。いいですね。こう白い食器がありますよ。これからの季節いいですよね。どうですか。シンプルで素敵ですね。これからの季節いいですね。ね、本当。はい。はい。はい、またもや鮮やか。エルヤヒルビーのね、キノコをモチーフにしたね、はい、パターンでございます。イエローとオレンジですね。はい、左右が耳で上下がもう縫製されてますから、そのままねお部屋に飾ってお楽しみいただけますね。うん、はい、はい、面白いです。あ、面白いです。はい、いいですね。いいですね。はい、はい、はい、こちらはマリメッコのパンタンゴ、ヴィンテージですね。はい、1963年ですね。私がまだ生まれる前の記事です。そうですね、私生まれてました。はい、3歳でした。はい、可愛い時でしたね。こういうものが出てくるフィンランドって素敵ですね。素敵ですね。やはりこうヴィンテージっていうだけあって、うん、風合いがね素敵ですね。素敵になります。上下は縫ってありますから、そのままもうお部屋に飾ってお楽しみもいただけますね。こんな感じでね。ね、
だか夏に向かっていくときにいい色ですね。いい色ですね。はい、はいはい、こちらはマリメッコのアナナス。はい、いい色ですね。はい、あのいろんな、ね、色がありますけれども、はい、この色は今の季節ぴったりです、ね、ぴったりです。外の新緑と合いますね、はいはい、そう言っていただけるとなんか、はい、あの選んだ私としては嬉しいです。そうですね、はい、映えますよね。映えますね。そうですね、はい、これも、まあ、古い時代の再販のようですね。生地しっかりしてますね。しっかりとしてますね。ヴィンテージですね。ヴィンテージですね。はい、綺麗ですね。素敵。こうお部屋に飾っていただいてもいいですね。いいですね。そうですね。はい。はい。これもなんかオレンジとは綺麗ですね。はい。こちらマリメッコになります。マイアイソラの作品ですね。耳を深めて上下左右きれいに縫製されてますので、ね、はい、そのまますぐに飾ったりとかね、はい、お使いいただきます、はい、ちょっと小棚の目隠しもいいですね。いいですね。テーブルの上にこう広げてみると、うん、あ、素敵ですね。素敵、色がね、色がね、うん、はい、はい、こちらマニメッコですね、はい。落としちゃったんですよ。ちょっと使っちゃったみたいですね。使っちゃったんですね。はい。これですね、あのクレジットがないタイプなんで、あのなんて言うんでしょうか、プロダクト用のね、あの記事になります。はい、で、おそらくリレンではないかなという感じですね。はい、何かクッションカバーとか作るプロダクト用ですかね。いいですね。未使用でございます。はい。だからリネンですから汚れの吸着がこうしないですからね。テーブルクロスとしてもおすすめですよね。うん、そうですね。贅沢な使い方です。いいんじゃないですか。ですね、お客様をいらした時とかね。ね、あと小物製作でもね、はい、おすすめでございます。はい。はい。こちらマリメッコになりますね。透明にはなんかピッコロのようなねパターンですね。はい、あのマイアイソラとクリスティーナ・レポの、1982年の共作でございます、はい、ただオリジナルではなくてなんかもう新しいんで、うん、再販かなっていう感じです。そうですね、未使用ですもんね、はい、もしこれがオリジナルだとしたらすごいですね。未使用でっていう、すごいですよ。ちょっとそこら辺ちょっと分かりませんが、はい、その未使用でございます、はい。なんか黒と白とグレーのいいですね。いいですね。シンプル、ね、はい、小物製作にもいいですね。使いやすいですよね。はい、はい、こちらフィンレースの生地ですね。はい、はい、まあ、生地というかテーブルクロスですね。そうですね、はい、アイボリーに近いなんか生成りみたいなね、はい、で中にあのコットンの殻も織り込んであってブツブツがあってこう非常に味わいのあるものですね、はい、ナチュラル感がいいですね。ナチュラル感がいいですね、はい、こちら、コットンとビスコースですね、はい、になります、はい、あの機械刺繍も入って、ね、凹凸感があってね、うん、素敵ですね。素敵です、はい、素敵ですね。このナチュラル感がね、素敵ですね、はい、白い食器が合いそうですね。そうですね、どちらかというと白好きですもんね。なんか店長のコーディネートと同じような、はい、合わせたんです。いいですね、はい、
はい、こちらはフィンランドのタンペラ。タンペラですね。はい。ヴィンテージでございます。はい。1970年代ですね。はい。で両サイドこの耳の近くに退色がございますけれども、はい、まあコンディションはいいですね。いいですね。特にシミとかはないですね。お花模様がいいですね。フィンランドらしいですね。らしいです、ね、はい。あ、いいですね。はい、なんかお花がこう流れるみたいな ね素敵ですね。はい、はい、こちらフィンランドの生地ですね。はい、はい、こちらサイコロでしょうかね。そうですね、サイコロよく見るとこの絵柄がね、お花模様、お花クッカの模様でね、はい、かわいいですね。しっかりフィンランドらしいですね。らしいです。はい、でここ棒が通せますからね、はい、なんかこうお部屋とか棚の目隠しとかもいいですね。おすすめですね。はい、はい、こんな感じです。かわいいですね。かわいいですね。はい、はい、こちらはマリメッコのウニコですね。はい、オレンジにイエローですね。はい、この棚をね、目隠しです。ああ、いいですね。いいですね、夏に向かっていく季節に ね、はい、でこちらの水通しね、されていないようですね。あ、そうですね。はい、うん、これが本当夏に向かっていくときにいい色ですね。はい、はい、こちらはフィンランドの生地ですね。はい、ピンクに白のお花でしょうか。そうですね、なんかレトロ感があったね。はい、なんですまた淡いピンクがいいですね。これね、こう小物製作にもいいんですけど、テーブルにした時ね、なんか小さなテーブルクロスがなんかいい感じかなって思ってます。思います。でしょう、なんかいいんですよね。はい、素敵なんです。素敵です。はい、はい、私の方がマリメッコですね。はい、はい、いいですね。なんか一箇所だけは切りっぱなしですけど、何かこうランナーとしてね、はい、こんな感じでお付き合いだっても、何か小物製作。いいです ね、はい、はい。私の方はタンツですね。ピンクに緑の、ね、こちらも小物製作にいいですね。いいですね。はい。はい、こちらはマリメッコの色ですね。ですね。はい、これ目隠しいいですね。いいですね。はい、ランナーとかもね、ランナーとかにもいいですよ。はい、こんな感じで小物製作にもいいですね。はい、すごい生地に遊ばれてます。私のはフィンデンスンですね。はい、はい、グリーンのにお花模様ですね。なんかこういろいろと部分的にこう使われてるみたいですね。そうですね、何か作ってましたね。はい、小物製作にいいですね。はい、はい、で、私の方はフィンランドの生地ですね。はい、下のホワイト、白にブラウンの小花模様になります。はい、こちらも小物製作にいいですよ。はい、はい、続いてマット2枚ご紹介ですね。はい、はいはい、で私の方がですね、すごいこう味わいのある機内のね、はい、生地にこう四角い模様
西尾っぽいですね。はい。私の方はタンペラになります。オレンジにがメインでイエローに白のラインですね。はい、これが夏に向かっていく時です。リネンですね。はい、厚いリネン、しっかりとした厚いリネンが使われてますね。はい、いいですね。ね、はい、こちらユルモのですね、はい、歯切れですね、2種類ですね、はい、2種類になります。ちょっと大きさが違うんでご紹介させますね、はい、こんな感じです。はい、はい、あとこちらはプケッティですね、はい、こういう感じになります。歯切れですね。はい、こちらも小物製作にいいですよね。はい、いいですよ、おすすめです。以上ですね。はい、はい、まあ、いろいろとこう皆さんに喜んでいただけるように、うん、あの季節も意識しながら選んでみたんですけれども、喜んでいただけると嬉しいですね。嬉しいですね。そうですね、はい、でこれからね、ますます暖かくなってきます。うん、うん、嬉しい気持ちですね。そうですね、ちょっとこうお散歩とかも行きやすい、朝もね起きやすくなりますしね。なりますね。はい、ということで4月最初のスタート、はい、ね、なんかドキドキですね。そうですね、なんか新入社員のような なんかわかるんですけど、ね、ドキドキと、はい、年が明けてね、最初の新年っていうのもあれですけど、はい、また新年度のね、うん、スタートもやっぱちょっとドキドキしますね。しますね。はい、皆さんに喜んでいただけたらもうそれだけで嬉しいです。そうですね、はい、最後まで楽しんでいただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。